ポンドはシリアの通貨。現地ではリーラと呼ばれる。通貨の補助単位はピアストル第一次世界大戦まではこの地域はオスマン帝国領だったためトルコリラが使用されていた。大戦中にイギリスに占領されるとエジプトポンドが流通したが、大戦後にフランスの委任統治領となるとシリアポンドの発行が始まった。1921年に カルシュジロ動化が発行され、続いて1926年にはアルミニウムアオ動化にニッカルシュ及びゴカルシュ化が発行された。1929年にはニッケロオ動化の1カルシュと銀カ化の10、25、50カルシュが導入された。1935年にはカルシュオ動化。1940年にはアエン1カルシュとアルミニウム製銅カルシュが発行された。 1947年から1948年には、2、5、10、25、50カルシュと1ポンド化が発行され、1968年には、銀からニッケルに材質が変わった。1996年には1、2、5、10、25ポンド化が発行された。1919年、シリア銀行が5、25、50カルシュと1、5ポンドの発行を開始した。 続いて1920年には1カルシュ、10、25、50、100ポンド紙幣を発行開始した。1942年から1944年にかけて5、10、25、50カルシュ紙幣が導入された。1958年には紙幣の言語がフランス語から英語に変わり、1、5、10、25、50、100、500ポンド紙幣が発行された。 1997年から1998年には、50、100、200、500、1000ポンド紙幣が発行されるようになった。10シリアポンド化と20ノルウェークローネカは、材質や形状が酷似しており、自動販売機において機械が判別できず、不正使用が行われることで知られている。肉眼では、容易に判別可能であるが、重量や材質、形状が、 同一のため、機械には判別できない。2007年11月23日のレートにおいて、10シリアポンドは1.07ノルウェークローネと10日で、あるため、およそ18.6倍の価値があることになる。この不正仕様で、大きな被害を受けたノルウェー郵便局は、2006年2月18日に、高価両替機を閉鎖し、新たに2つの高価が判別できるシステムを開発する、こととした。 2005年の夏には、ノルウェー南部バールムのアーケードゲーム機で効果を不正使用した男が、執行猶予月30日の刑を言い渡された。ありがとうございます。